こんにちは、おっかけ情報局局員の原田師匠です。今年、8月にアメリカ、10月に日本で3年ぶりに KCON が開催されます。今日、6月21日に KCON2022LA のセカンドラインナップヒントが発表されました。KCON は出演者を発表する前日に SN、SNS でヒント映像を出してオタクを楽しませてくれます。今回のヒントは、すごいぼかしがかかったパフォーマンス映像です。 YouTube と Twitter の URL を概要欄に貼っておくのでこのヒント映像を確認してみてください8組の映像があり2番目のグループの映像が JO17 番目のグループの映像が INI でほぼ確定だと思います私は6番目がケプラーだってことしかわからなかったのですが JAM と m i n はすごいですねその場面まで見つけてる人がいましたそして全グループに確信を持った人の答えを借りてきましたそれがこちらです ライトサム JO1NCT ドリムルーナ、t o 1ケプラー、INI80s です JO1 と INI は海外の K-POP オタクの間での知名度がまだ他のグループよりも低いせいか当てられていないツイートも結構見かけました初めての海外遠征ですがこの機会に2組とも海外のオタクたちに見つかってほしいですねこのの5番目 TO1 は、 先日日プ通出身の西島蓮太君と小林大悟君が加入することが発表されたグループです。KCONLA は8月19日から21日の3日間の開催で今回発表されたグループが同じ日に出演するかは分かりませんが日プオタクとしては INI と蓮太大吾の共演が見たいですね。 ちなみにファーストラインナップで発表された出演者はクラビティエナイプンイッチエンミックスステイシード・ボイズ宇宙少女です k p o p の人気グループの名前が並ぶ中日本の JO1 と INI も名前を連ねることができて本当に嬉しいですまだこれはヒント段階なので確定ではありません明日の発表を注目してください以上原板師匠でしたありがとうございました